はい、学園教えです。今日はシクラメンのスタジオに来ました。イエーイ、お久しぶりです。お久しぶりです。はい、皆さんとはですね、何年ぶりですか、ファイトライブ。2、3年ぶりです。3年前ですよね。名古屋ですよ。イエーイ、セップ名古屋。やばい、最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。なので、これは極めてハッピーにいきたいと思います。はい、あのいただいた選曲を、はい、早速、はい、あのリハ始めるんですけど、はい、その下準備を僕してまして、はい、解析しながら、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ここでリピートして、ここでここで、あ、こここういう感じだみたいなね。毎回あのこっちもあのだからシクラメンの、はい、演奏するにあたって、はい、楽しみも、ありがとうございます。名古屋の皆さんに、そして来てくださる皆さんに、はい、はい、あの僕ら、もう名古屋、あのね、うん、僕らすごい昔から名古屋が、まあ、もう、まあ、ふるさとと言っても、うん、そうだね、過言ではないくらいファンがすごい熱くてですね、うん、はい、今回の仲間たちがすごい熱いんですけど、はい、今回何と言ってもソラポケットがいますから。あ、そうだね、今回のソラポケット、そうだね、倒す。いや、せっかいじゃん。何だよ、お前は。テーマハッピーみたいな。テーマハッピーだよ。仲良くやればいいでしょ。同い年の親友だけど倒す。いやでも本当に僕らその、あの赤いドライブも久しぶりですし、うん、はい、そのソラーポケットとの共演も、そうですね、3年、4年ぶりで、まあいいね、この機会を与えてもらったことだけで、しかも絶プ名古屋も本当に嬉しい。じゃあめちゃくちゃ僕ら楽しみにしてるので、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張りましょうね。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。